はい、というわけでやってまいりました。今日はね、8月の27日ということで、ホンダ E がね、予約販売、開始ということで、今ね、サイトの方でもう、出てるんですよね。ちょっと見てみましょう。おー、来た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 、値段は高い。高い、やっぱり予想通りですね。451万、いきなりちょっと値段いきますけど、451万来ました。ホンダ ERR、まあ、後輪駆動車ですね。WLTC モードね。そうそう、JC08 モードで300キロ超えか。と、アドバンスね。値段が高い方。こちらで、495万円。高すぎ。こちらね、さらに燃費が落ちるんですよね。WLTC モードで259キロ。24キロぐらいの差ってなると、これどうでしょうね、みんな安い方これ買うんじゃないですかね。アドバンス高い。いやー高いよ。ちょっとこれちゃんと見ていきます。この2種類しかございません。色ね、シルバー、ルナシルバーメタリック、モダンスティールメタリック、クリスタルブラックパール、プレミアムクリスタルブルーメタリックで、赤色ね。で黄色、これ黄色はね今回新色になるみたいですね、ホンダの。お、内装は違いとしてはこのルームミラーですかね。これがアドバンスの方はデジタルミラーになってます。ルームミラーね。ホンダセンシングもちろんついてます。で、ホンダパーキングパイロットっていうのがこのアドバンスにしかついてないと。自動で制御して、駐車場の運転操作をアシストするというものですね。これ実際使うかなっていうところですよね。最初面白がって使うと思うんですけど、マルチビューカメラシステム、これはアドバンスにしかついてないんですね。あ、これつけといてほしかったな。プレミアムサウンドシステム、あー音響がちょっと違ってくるか。サブウーファーを装備、センタースピーカーと大容量サブウーファーを装備してるのか。え、マジか。これアドバンスしかついてないんですね。で、100V AC 電源。え、これもアドバンスしかついてないの？これはいるやろ。マジか。これ、ホンダ E にはついてないんやな。センターカメラシステム。これな。これはいらんと思うねんけど。で、スカイルーフね。天井開かないんですけど、紫外線や、赤外線をカットするスカイルーフね、これが両方ついてます。サイドミラーシステムね、 LED ウィンカー付き、まあ、これも、まあ、標準装備ということですね。両方ついてます。フラッシュアウターハンドル、これな、使いづらいという噂の。シングルペタルコントロール、はいはい、これ癖のあるやつね。ブレーキかかりながら走るやつ。16インチアルミホイール、あ、真っ黒なんや。ホンダ E の方は16インチで、アドバンスの方は、あ、17インチはちょっとここはシルバーなんやな。で、これね、4人乗りなんですよ。5人乗れないんですよね。家族構成気をつけてくださいね。オーダースケジュールっていうのもある。ホンダ E は生産台数が限られているため、複数期間にわたって、ご注文すると。だからまあ今回ね、第1期なんですが、まあ仙台の予定ですよね。8月27日今日から、納品目安が11月からなんですね。よし、ちょっとどんどん見ていこう。まあこの辺のデザインはね、もう皆さん、皆さんというか俺はもうわかってるよっていう。あ、かわいいわ、これ。やっぱね、白がいいかなと思ってましてね。やっぱこの白黒のコントラストが一番ね、やっぱ白黒が一番いいかなと。あと意外と赤色もいいなと思ってたんですけど、黄色はちょっとね、嫁からやめてくれとクレームが出てますんで。これね、今さっき紹介した17インチは、ちょっとデザインが違うという、まあ真っ黒の方がいいんじゃねえの？でもちょっと、あ、ちょっと違うんやな、こうやって見たら。ほら、だいぶ違う。純正アクセサリー、これ何このホイールキャップみたいな。何これ、フロントスカートつけれんの？これは。フロントスカートつけれるぞ。すごい。4万4000。と、これどうなん？いるんかいらんか。アルミホイール選べます。お、モデューロ。モデューロ来ました。57,200円。しかも1本高えよ。
高いわこれ。ちょっとしかもデザイン微妙じゃね、これ空力考えられてんのかな。ライセンスフレーム、あ、こういうのね。あ、この赤のホンダはいいな。ベルリナブラックタイプ、これいいですね。なんかセット価格があります。12,000円と9,900円ね。では次いきます。インテリア、インテリアね、はいはいはい。サイドステップガーニッシュ、おー、インテリアパネル、あ、ここ木目が変えれるんや。これどうなんこれ微妙。フロアカーペットはこれはついてないんですよね。 38,500円。防水シートカバー、あー、これいらねえ。9,900円。ラゲッジマット、あ、これついてないの、ラゲッジマット、あ、こういうやつか。16,500円な。うん、どうしようかな。何これ、アシストグリップ、キーカバーいらねえ。なんかいいやつないかな。まあ、この辺はなんかフィットとかと一緒じゃないですかね。ETC2.0、 なんかこれにしといた方がいいんかな。いやー、どうですかね、ざっと見ていきました。いや、オプションとかつけるともう500万超えするぞ。バーチャルゲームっていうのがありますね。すごい、なんかいろいろ遊べる。お、これは、あ、キーボードでね。わあ、行きたいポイントをクリックするとナビが始まります。ここ行ってみようかな。充電スポット行ってみよう。これナビ、この赤い矢印が、これがナビってことね。お、充電スポット来ました。これね、80%、 30分で 80% まで。次は、あ、ここ行ってみようか。せっかくだからパーキング。お、ホンダ E が止まってますね。パーキングパイロット、これなぁ、やってみたいなぁ。はい、こんな感じです。自動運転ですよね、今の部分は。そうそう、ホンダ E ってね、こうくるくる回れるんですよね。すごい、このハンドルが切れるっていう。これ後輪駆動車なんでね、フロントのタイヤがくるくる回ると。ちょっと見て戻りましょう。あ、いいねー、ハンダ E、 やっぱデザインがいいよな。17インチな。ここはまるでリビング。そうか、やっぱ音楽の差があるんやな。スピーカーのオーディオの差があるか。そうなるとやっぱアドバンスか。スマホでね、操作ができるんですよね。通信料とかどうなんのかな。電気は家でも使えるっていうことはね、まあ停電した時に車の電気を家の電気として使うということですよね。まあ、あの、そういった面ではね、防災がね、防災面でもいいですよね。ホンダ E 買っとくと、ホンダコネクテッドって別にホンダ E じゃなくても使えますよね。まあ、夏場はこのエアコンっていうのが非常に助かると思います。で、駐車場とかでね、あの、車を探すっていうのもありますね。で、車内を Wi-Fi スポットにできるというものがついてますね、ホンダ E は。これもどうなん、この通信料っていうのがかかるんでしょうね。基本パックが月々550円か。いけそう。550円やったらいけそう。あ、車内 Wi-Fi 330円、1ギガ。え、1ギガ車内 Wi-Fi 使うか。パソコンとか持ち込んだらね、使いたいなっていう人もいるか。テレワークする人はいるか。蒸気期間中1ギガ分無料、無料期間、基本パック、初期申し込みから12ヶ月間、中古車も対象と。要は中古車でも新車でも車買ってから1年間は、Wi-Fi が1ギガは無料ですという感じなんですね。
まあ、1年間これお試しで使ってもいいと思いますね。ちょっと試していらないやつは削除するみたいな。360度をご覧ください。これね、布張りしかないんですよね。色も選べません。後ろはちょっと狭いな。フィットに比べるとな。これ500万の車とは思えへんな。内装、ここだけ見るとは、やっぱお金かかってるなと思うけども。こう見て、こう見たら、ねえ、これが500万ってなりますよね。ねえ。ほとんどバッテリー代なんかな。シートヒーターついてるのはいいな。それより、ベンチキュレーション、なんか、涼しい風だけのやつありますよね。あれがついて欲しかったな。狭いんよね、収納が。収納がちょっとやっぱ、シティコミューターということであんまり、買い物程度ですよね。キャンプ行くとか厳しいな。これな、ACC な。自動運転レベル2がついてればいいなと思うんですけど、ハンドルのハンズフリーはね、ついてないんですよね。これもちょっとね、反応がね、どれぐらいね、結構もたつくと思うんですよ、これ。多分ちゃんとね、この白線を読み取ってだと思うんですよね。この白線がないとこもなんかどうやって感知するのかなと。充電スタンドは21,800基あるんですね。あ、これか、この増産マークの。これね、あるんですよ、家の近所にね。データ1枚で、あ、こういうカードがいるんか。月会費いらないんですね、0円。急速充電は1分あたり16円。普通充電は1.5 円か。普通充電のがめっちゃ安いやん。いやー、高かったですね。495万ですよ、アドバンスが。で、国からの補助金などがあって、それらを全て足すと、ホンダ E の方が、合計で53万6千円ですね。まあこれ東京が例ですけども。で、それを引くと、ホンダ E の方で397万4千円で買えます。いや、それでも高えな。で、ホンダ E アドバンスの方は、補助金がちょっと金額が変わってきまして、46万8千円なんですね。ちょっと落ちるんですね。で、それを引き算すると448万2千円の金額で買えるということで、まあ実質、約400万と450万ですね。いや、高いよ。はい、いかがでしたかね、本題。なかなかの金額でしたね。いや、なかなか迷いどころではありますが、いい車だと思います。今回のね、動画面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、本題の価格発表でした。じゃあね、バーイシュー。